5年間かけましてね、このお城全部ですね、そしてお堀もね全部、そしてこの城下町も全部ね、たった5年でね全部作ったそうですよ。よくね、これだけの方がね、5年間で全部できたと思いますね。当時はね、今みたいにね、重機なんかなかったでしょうからね。こんな広い広いお堀もね、重機なしでね、掘ったんでしょうかね。お殿様はね、最初はこの堀尾さんって方がね、3代続きましてね、その後ね、京極さん1代、いずれもね、跡目がありませんよね。その後に来られましたのがね、あの徳川家康さんのね、お孫さんになりますけどね、松平直政公さんって方が来られましてね、今この松平さんがね、10代続きましてね、明治維新を迎えておりますね、18万6千石ですね。ね、静寂なところですよ。ただね、あそこのところね、200メーターぐらいですけどね、ちょっとね、民家がね、非常に接近しておりますからね、ちょっとこれから200メーターぐらいですけどね、私の話をね、ちょっとお休みしますがね、しばらくね、この緑の綺麗なね、静寂な景色をね、しばらくね、お楽しみくださいませね。すぐにね、はい、じゃあこれで入りますよ。手を出さないでよ。手を出さないでね。手を出さないでよ。手を出さないでよ。ちょっと擦ります。ちょっと当たりますね。右は当たりますから。すごい、どういう。はい、手を出さないですね。屋根を開けます。手を出さないでね。